これに対して西暦3世紀の頃から日本列島では奈良をはじめとして巨大な古墳をたくさん作り、まあくり強い、えーまあ、王権というものが生まれてくるこれを古墳時代というふうに申して、えー、言われている古墳,古墳というのは、えー、そういう時代ではなしに巨大な古墳を作るような有力者が生まれた社会という意味で まあ社会経済史的な言い方表現であるというふうに考えてよいかと思いますこの古墳時代をの社会を基盤として飛鳥奈良時代に当時の中国や朝鮮半島と遜色のない社会が出来上がりますそれが飛鳥奈良時代でありますこの古墳時代飛鳥奈良時代を古代という呼,呼び方がまあ一つの立場であります それに対して平安時代になりますと、えーまあ、都が京都にするとともに、まあ、商工業の発展というものが顕著になっていくということで平安時代から鎌倉室町時代を中世それからまあ商工業者と新しい権力というものが結びつくのが江戸時代ということで近世それから近代に移り変わっていくというふうな流れとなります。